はい、皆さんこんにちは、コーヒー侍です。今日のテーマはこれだ。はい、こちらですね、ドリッパーなんですけども、名前がね MHW3 ボンバーという名前なんですね。なんか噛みそうになっちゃうぐらいもう強烈な名前ですよね。このネーミングセンスね、素晴らしいなと。で、なんかねロゴもね、こう飛行機のマークが書いてあって結構かっこいいんですよね。中部側から深入りの方にまあ、向いているドリッパーということで、結構ね私好みなドリッパーなのかなと思います。素材がガラスですね。はい、こんなガラスでできてるんですね。でリブがすごい、ほらこんな感じの綺麗な、でここは樹脂ですねなってまして、まあ、これがどういう感じのドリップになるのかっていうの結構楽しみですね。まあ、今日はね、ちょっと深入りの豆を用意しましたので、美味しいコーヒーを入れて飲んでいきたいと思います。コーヒー侍チャンネル登録まだの方いらっしゃいましたら、ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。それでは皆様ご唱和ください。コーヒーは自由だ！行ってみよう！はい、皆さんお疲れ様でございました。早速ね入りましたのでいただきます。スリーボンバー、これねよくできてるドリッパーだと思いますよ。入れていて抽出速度は確かにね、このドリッパーがかなり調節してくれる感じでした。リブにねピターッとこうペーパーがくっついてすごい綺麗な感じになるんですよね。でリブがちゃんと使えてるっていう、そんな感じですね。この深入りに向いているドリッパーなんだなというのがねすごくわかります。バランスがねすごくいいんですよ。今回のレシピは豆 20g ですかね、で 300ml 抽出ということでやったんですけど、過抽出にはもうなってないですね。ちゃんとバランスが取れててすっきりとした感じにもなってるけど、コクがちゃんとある。深入り好きな方なんかはねバッチリ
合うドリッパーなんじゃないかなとね、そんな印象になりますね。まあ、深入りをね好きな方っていうのは、まあ、ある意味その微粉というのもいい作用をする場合もあるので、まあ、僕なんかねこの状態なんかはベストなんじゃないかなとは思いますね。まああえてもうちょっとクリアにというかすっきりと輪郭をね、コーヒーの輪郭をもうちょっと楽しみたいなって人なんかはそのパウダーコントロールの方で少し微粉を落としてねやってもいいかもしれないですね。はい、本日もご視聴ありがとうございました。本日の動画いかがだったでしょうか。いいねと思っていただいた方はぜひ高評価、そしてチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。またコーヒー侍各種 SNS やっておりますので、ぜひそちらもご覧いただければと思っております。それでは皆様、素敵なコーヒーライフをお過ごしください。バイバイ。